こちらです。かっこいい。また名前が色が違いますね。実際買われる方は女性が多いんですけど。いや顔いいよね。顔がすごい好き。ではここからは三岡自動車さんが現在発売されている車をご紹介していきます。今回ご紹介していただく車は何でしょうか。こちらのひみこになります。こちらです。かっこいい。また名前がね。これはベースは、これは松田さんのロードスターをベースに、はい、フロント 600mm 延長してます。めっちゃ長いですよこれ。すごい。なんか全く別な車ですよね。そうですね、うん、あのロングノーズでこの1930年代のこの、うん、やっぱり綺麗なラインっていうのはやっぱ独特ですよね、うん、会長これはどうですか。これはね、自分がモーガンとかパンサーを18年乗ったその経験から、うん、やっぱ現代のメカニズムで、うん、かつやっぱりこの1930年代のラインがある、うんうん、そして名前も卑弥呼というのはいろいろ考えたんですけどね、はい、やっぱり日本を初めて統一したのがやっぱり女性だったという、うん、それが卑弥呼だったという、うん、だから我々、35、6から50いくつぐらいでレギュラーシングルで結婚しとらん女性が、うん、それなりの収入のある人が乗る車には適当だと思います。なるほど、なるほど。まあ、ボルボだとか、あのサーブだとか、うん、ね、そのベンツ、BM、あのアブデイでは嫌なわけよね、はい、でもそういう車も嫌なわけ、うん、絶対これだと思いますね。これあれですか、あの色とか何種類ぐらい選べるんですか。色は、はい、5種類ぐらいから選べます、はい。これはかっこいいですよ。いいですよ。だってこれ目立つよね。目立つ。いやいや、これは。自分も自家用で乗ってます。はい。めっちゃかっこいいよこれ。乗ってるんですか。乗ってる。そしたらね、70ぐらいの、あのおっちゃんが来てね、うん、なんちゅうかっこいいのか、いくらよって言うんですけど、うん、まあ500万円から買いますって言ったら、2000万円ぐらいするかないかというね。でもそういう感じしますね。トヨタのレクサスの高いセダン乗っとるような70ぐらいのおじいちゃんですけど、うんうん、おじいちゃんじゃん。俺が80くつだからこれはかっこいいよ。素敵ですね。ここを伸ばしてるんですか。そうですね、ここから伸ばしてますね、はい、そうですね、はい、なるほど。すげえなこれ、衝突安全すごい、うん、あーこれはすげえ。これ例えば車重はどのぐらいオーバーになるんですか。だいたい100キロ弱ぐらい。100キロオーバー、はい、そうすると中はね、もう現代の車ですから、ね、もう乗りやすいですね、うん、ここまで一緒ですね、ロードスターで、後ろは今度、はい、ここから変わるってことですか、アクさん。そうですね、ここからこう開きますね、はい、いつも自分これは使ってるもんだから。中は一緒ですね。いや、ちょっと小さいよ。寸法が違いますね、はい、あのここまでが、うん、ベースの車のトランクになってまして、うん、はい、この部分が延長したトランクになります。全長どのくらいですかこれ。これで4600ほど。幅はどのくらい今度引くの。幅はほとんど20ミリか30ミリぐらいしかない。実際買われる方は女性が多いんですか、うん、男性が多いんですか。女性は思ったよりは数が少なくて、うん、お医者さんだとか、うん、弁護士さんだとか、うん、そういう人たちが隠れて乗るのに、ここを来るにしたっていうのはどういう。これはね、昔ほらトランクつけていましたね。それをイメージしてデザインしてもらったんですよ。なるほど。自分は今一番で気に入ってますこれ、うん、なんか自分の自家用にしてますこれ、うん、なるほど、なるほど、綺麗だ。どこ行ってもね、あのそれこそ4年生の男はダメやけど、そのためじゃいろいろ予定してあの、うん、褒めてくれますね。唯一無二感がすごいありますもんね。唯一無二って感じ。これハードトップは作んないんですか。ハードトップの手もありますわ、うん、だからそれを作るのも作れます。やっぱりそうですよね、ベース車の中に確かハードトップあるから、ありますよね。でもオープンのがいいですよ。オープンかっこいい。でも、クラシックな感じ。でもやっぱりオープンの方がいいわね、オープンで乗った時の気持ちがやっぱりいい、クラシックね、うん、ちょっと土屋さん、はい、中座ってください、はい、なんかね、ちょうど乗るとですね、うんうん、この辺がよく見えません。うわセクシー。そうだよね。いや本当そうだよ。そこから見るとここの部分がセクシー。こういう風になんかね、こうなってるんで、なんかロングノーズだからアメ車に乗ってるような感じ。本当
だ。うん。いや、なんかあのもっこりがセクシーいいですよね。そうそうそう、だから顔が好きです、めちゃくちゃ。いや顔いいよね、顔がすごい好きです。ほらね、ベレッサがさ、国産車だからさ、壊れないし、そうそう、一番ね楽ですよね、これってプラスのいくらぐらい高くなるんですか。プラスで、まあこの完成品で516万。516万、はい、めっちゃリーズナブルですよ。それもね、見たことないもんね。今購入したい人は例えばどのぐらい待てばいいんですか、納車まで。今やったら半年が最低限度もたね。銀行の場合ですと、そうですね、半年から1年ぐらいでしょうか。あ、やっぱりそんな感じだ、半年1年ね。もうでも待ってる間もね、車ったら楽しいからね、納車までのね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。フーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。